カモフラージュ塗装された、イギリスの戦車ソロモン・ジョセフ・ソロモンは、イギリスの画家である、ニューイングリッシュアートクラブの創立会員であった。ロンドンで、ユダヤ系の名家に生まれた。妹のデリッサ・ジョセフで、アレクサンドル・カバネルの下で学んだ。カバネルの推薦で1881年から、サロン・ド・パリに出展した。死のカバネルの影響のほか、当時のイギリス美術の王や、フレデリック・レートンや、 ローレンス・アルマタデマにも影響を受けていた。主に肖像画や生物画を描いたが、神話などに題材を得た作品も描いた。サムソンや、アイアースとカッサンドラーが有名である。1886年に、トーマス・クーパー・ゴッチや、ジョージ・クラウゼンら、海外で修行した若手の画家たちの展覧会、ニュー・イングリッシュアートクラブの創立会員の一人となった。 1896年にロイヤルアカデミー・オブ・アーツの巡回員に選ばれ1906年に正会員となった。王立芸術家協会の会員となり、後に会長を務めた。ソロモンはイギリスにおけるカモフラージュ技術のパイオニアとして知られる。第一次世界大戦が始まった後、芸術家の戦争協力部隊、アーティス・ツ・ライフルズに登録していたソロモンは1915年に、 フランス軍が用い始めたカモフラージュの技術の研究開発を命じられた。フランスの画家、ギローが開発した技術をもとにカモフラージュの初期の研究と実用化を行った。ありがとうございます。